もう本当にこの国がこんなに頼りないのに、もう少子化問題とか語らないでほしいっていう感じですよ。もうこんな頼りない国で老後とかも年金が消えたとか、そのままもう明るみになってないようなお金の問題とかたくさんあるのに、もう自分一人が生きていくにも精一杯な人たちが多い中で、もう子供作りたいなんていう気持ちなかなか芽生えないですよ。で政治だってさっきからお金がかかるなんだって言いますけど、泉さん本当総理大臣とかなってくださいよ。もう本当にもう変えてくださいよ。だってお金政治家になっても金銭感覚バグってる人たちばっかりが上にいて、どう考えたって全然もう強いものに巻かれて、若い人たちがどんどん政治で頑張ろうって言って立候補しようとしたって、上の人に結局お金と力に負けて何にも意見が通らないまま来てるのが、もう江戸時代からずっと変わらないまま今になってるわけじゃないですか。もうここまでもうボロボロになってんだから、一回解散してもうきちんとやってくださいよ。